井上麻でございます。ノーミルク佐藤です。ミルクサッカーアカデミーです。ということで今日はこちらですと。です。月曜恒例のです。順位表動画ですよ。やってまいりました。ということでね、もういよいよ待ったなしの順位表になってまいりましたけどもね。そうなんですよね。どんな感じで動いたんでしょうか。チェケラウトの月曜日。はい。もう早速いっちゃいましょう。うん、J2 は38節、J3 は26節が行われました。はい、J1 はルヴァンでしたけどね。はい。お願いします。まあもう行こう。行きましょう。見る赤まだの方、チャンネル登録ぜひよろしくね。お願いします。はい、まずは J3 からお願いします。こちらでございます。出ました、ドン。はい、はい、左側には結果がね、今節の分書いておりまして、はい、そして右下にはミルアカからのお知らせ、10月7日のトークライブのゲスト、ミッシーの、ぜひ来てね。はい、J2、J3 の話もたっぷりしたいと思います、ね。オンラインもやってますね。ぜひチケット概要欄から見てください。お願いします。はい、左が勝敗ね、6対0鹿児島敗れる。ねえ。そうなんですよね。いろいろありましたけども。今回は、だから土曜日に今、まあさんおっしゃってくれた、はい、うん、まあ、元鹿児島の指揮官であるね、金監督がね、ね、うん、今、指揮を務める鳥取が、6-0 で鹿児島下した。はい、そして YSCC が山川を倒す。そう、ね、完璧でしたね。はいはいはい。松本としては前、ね、前日に、土曜日に鹿児島戦、日曜日に松本戦だったので、うんうん、前日の鹿児島の結果知ってるから、今日、日曜日のところで負けなければ松本順位上がったって形だったんですが。うん、そうですね。これで試合も残り8試合揃った。宮崎以外。そうなんで、宮崎愛媛以外はね。そして岩木が抜け出したということだ、今日も勝って。そうなんです。ああ。で、なんで、ちょっと現状考えたら、ライセンスのとこ一旦抜いて考えれば、うん、いわきはちょっと確定ラインに入ってきつつあるなってところになってきてるので。いない?結構硬いんじゃないかと思うんですけど。離れてるから、残り8で。あと、得失点がね、ちょっとあまりにも抜け出してるのもありますから。ございますね、確かに。はい。はいはい。ただ、見てほしいのが、うん、4位藤枝が、ついに鹿児島松本を1差に捉えました。来ました、第2集団に入ってきました。そうなんですよ。完全にこれは捉えましたね。はいはいはい。そして見ていただきたのが、まあさ、皆さん、うんうん、藤枝の得失点が、はい、21です。だから、ギリギリ最後並んだら、はい、鹿児島松本の得失点を上回るので、うわ、ここへ来て藤枝ちょっと有利。はいはいはい。おお、ここでだから星を落とした2チーム、鹿児島松本は非常に痛かったわけですね。痛かったですね。なるほど、なるほど。はい。で、さらに、ただその後ろもそうですよと。うん、はい。富山、今治も追ってきたぞと。うんうん、近くかってますよ、ね、そう、鹿児島、松本のその敗れたのが大きなね、起因となって、富山も勝ち、うん、今治も勝ちという状態だったから、はい、勝ち点なんと6差の間に5チーム入っちゃったかなっていう。これはもう射程と言ってよろしいですか?そうですね。あと8試合ありますから。はい。はい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 、逆転可能な勝ち点ってのは残り試合数とイコールだよというね、うん、データがあるからで、ね、いけば、うん、今治は鹿児島まだ超えられる状態にはあるかなと。富山、今治がちょっといわき超えるぐらいはちょっとね、数値上厳しくなりましたけど。いわき決定戦先生、2位以内は硬いだろうって意味でしょ?そういうことですね。なるほど。はい。まあ、だからね。そんな感じですよね。でもただやっぱすごいなと思うのが、はい、ね、うん、鳥取さんと YS さん、ね、ここでこの上位を下せる力を持ってましたから、ね、はい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 、これはすごいことやってのけたなというね、うん、鳥取はね、ちょっとぐらい前までなかなかこう勝てずっていうのが続いて、こう16位、17位ぐらいのところにいた時期もあったんですけど、ってきたね、一気に抜け出してね、うんうん、11位まで上がってきたよということでございます。はい、このままのペースでもしかしたらね、それこそ岐阜、福島ぐらいのところまで行く可能性はありますから、うんうん、そんなところにもちょっと注目いただいてもいいかもしれないなというところです。はい、はい、目が離せない J3。はい、そうですね。どうか。はい、で、続いて本当だったら J2 行きたいんですが、うん、まあ、今節試合なかったね、J1 行きましょう。はいはいはい、そこちらでございます。ドン。ドン出た。はい、うん、J1、まあ、順位表はこんな感じでしたねっていう確認でございますと。まあ、ただその代わり、この週末ミッドウィークといえば、うん、ルヴァンがあったね、皆さん、まあさんと。そうね。その結果、ルヴァンの決勝戦は、今季もう何回も当たってる、うん、セレッソ対広島というカードになりました。うんうん、ああ、そっか。ねえ。はい、まあ、2年連続決勝に進んできたセレッソと、うん、まあ、8年ぶりですか、広島は。うん、まあ、ただね、スキッペ監督のもと、もう好調持続というチーム。そうだね、やっぱどっちも勝負強いというかね、構造で勝ってきたチームな印象も、もちろんありますから。うん。ああ、どうなりますかね。勢いで言うとっていうのもあるし、ね、ただこれルヴァンカップの経験値で言うと、最近のね、とかいうのもあるから。
そうね。ああ、まあ、ただこの間天皇杯で実は当たった2チームでもあり、その時は広島が勝ったってのもありますから。ここで例えば、セレッソが勝つようだと、うん、まあ、勝つ可能性であると思うんですけど、うん、広島がこれ勝つようだと、天皇杯もそのまま広島制しそうだなって感じはね、うん、ワンマッチに超強いってところがあるので。そっちの感じもね、面白いね。うん、ああ、だどっちになるかもこちら注目ですよ。なるほどね。はい。うまく作られてるね、終盤ってね。ねえ、そうなんですよ。どこでも面白くなるように作られてるね。本当ですね。これね、たまらんち会長ですよ。ありがとうございます。はい、そして残りの日程というかね、はい、まあ、左側に次節の日程それぞれ出してあるんですけど、はい、まあ、だからちょっと気になるのが、清水、岩田の静岡ダービーですよね。権田さんが果たして。あ、どの程度ね。ねえ、うん、ちょっとどうなのかというところなのと。ね、はいはい、あと実はまあさ、皆さん、ねこれね、あの、フル代表はちょっとね、ちゃんと、はい、映像があるんであれですけど、アンダー21もほら、うん、ヨーロッパ行ってるじゃん。ああ、そうですね。そうだ、そうだ。そうそう。だから、水曜ぐらいに帰ってくるんですよ。うん、アンダー21組も。うん、どう出れるんですかそれは。だから、松岡くん、はい、鈴木ゆいとくんあたりもちょっと清水出られるかが不明瞭なので。ま、うんうん、あ、でもね、スクランブルでも出てほしいでしょうね、これね。そうなんですよ。うん、ちなみに、あの、アンダー19がこの1週間ぐらい前まで活動してたんですけど、うん、あの、先週のミッドウィーク、あの、北野颯太選手が、あの、帰ってきたその日に、あの、ルヴァンカップベンチ入りしてて、うん、そんなこともあるんだな、なんて。ケースからね、その辺はね。はい、またね、ちょっとそこら辺どうなるかわかりませんけども、スタメンにも注目でございます。はい。はい、うん、ということで J1 でした。はい、ありがとうございます。じゃあ、J2 いきますよ。はい。こちら、ドン。出た。はい。はい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 。こうなりました、と。うん。いうことで。あ、う、あ、ん、なるほど。はい、ほうほうほう、ここでまずいくつかまあさ、皆さんお話がありますと。はい、はい、お願いします。新潟大手です。77勝ち点来ましたもんね。はい。次節、新潟が勝って、岡山が引き分け以下の、うん、結果だった場合、新潟はとりあえず2位以内が決定。ああ、そうか。うん。はいはいはい、そういうことね。のところまで来ました。うんうんうん、ただ、岡山は最近負けてないですからね。そうね。強いね。そうなんです。なんで、もう、今週はすぐ決まるとかだってことはなんかないんじゃないかなとも思いますけど、うん、まあ果たしてってところですね。そうですね。上位陣は取りこぼしなしという感じですか、うん、そうですね。1位から5位は全部勝った週末でした。うん、ね、まあ、仙台と岡山はね、はい、直接対決だったから。そうなんですね。実は仙台以下が大変で、仙台、6位、この順位表での6位仙台、7位山形、8位長崎。はい。で、9位徳島、10位千葉、11位町田と、みんな勝てなかった、ね。そうですよね。本当だ。で、こうなってくると気になるのが、うん、逆転可能な勝ち点は残り試合数だってことで考えると、はい、6位の仙台勝ち点59と、7位の山形勝ち点55、はい、もうここが4差なんですよね。4差、うん。ギリギリって感じ？そうです、うん。山形だけ延期分が1試合残ってるので、うん、5試合あるから、いわゆる仙台まくれる勝ち点数、逆転勝ち点数持ってるかなと思うんですけど、うん、だそうなってくると、長崎、徳島あたりがちょっとギリギリになってきたかなっていうと、うん。なるほどね。あるかもしれません。まだどうなるかわからないですけど、うん、ね。ねえ、もちろんね、うん。残り5試合で勝ち点10を取った栃木の例がありますからね。そうね。残留争いでね。うん、そうなんですよ。まだわかりませんが、一応こんな感じになってるよと。徳島県に実際また引き分けてるっていうことですね。そうですね。ですね。はい、徳島これでちなみに J リーグ歴代ナンバーワンの引き分け数ということになりました。それはそれ歴代新記録23でございます。いやー、このあたりはあれだね、ドキドキだね。そうなんですよね。手に汗握る毎節をね、最近過ごされてるんでしょうね。ね、そうなんだよ。一個一個でまためちゃくちゃ変わるから。いいですね。はい。そして今度右側残留争いの方見ていただきましょう。うん、はい。まず見ていただきたいのが21位の岩手を皆さんご覧ください。はい。はい。はい、岩手の現在勝ち点が勝ち点33。で、残り4試合なので、うん、マックス12しか詰めません。はい。ってなると、うん、もう岩手は45までしか絶対勝ち点いきませんから、はいはい、15位の秋田までは残留決定しました。あ、っていうことですね。もう確定です。ああ、なるほど。で、正直、金沢も、岩手の得失点差がマイナ37、うん、金沢がマイナ15なので、うん、ちょっと残り4試合全部金沢が圧倒的大敗と、岩手が圧勝しない限りありえないから、なるほどね。まあ、金沢もほぼ決定的。決定だ。うん、その上も決定ってなると、もう残り6チームしか。要はこの、はい、ね、うん。干渉地帯、中間のチームたちが多少、ね、そんな気はなくても、うん、
無意識に緩む可能性がある。これが終盤戦にどういう結果を。ね。そうですね。あるかもしれません。影響をもたらしていくのかっていうね。そうなんですよ。そうですか。ただまあさ、皆さん。何でしょうかね。これね、右側にいわゆる次節の対戦カード載せてるんですが、はい、なんと次節、17位甲府、18位栃木、直接対決です。うわー、おー、天下分け目の、これ勝った方が抜けるんじゃない？勝った方は残留決定。たたたたらたたたたーんじゃない、勝った方が。そうそうそう。礼をもらって。ね。そうなんですよ。はい。ああ、そうか。っていうことになります。うわー、これは熱いですなー。はいはいはい。で、なんとその下を見ていただきたい。19位大宮、20位群馬も直接対決です。すごい日程ですね、これ。ね。19位大宮は次群馬戦で勝てば、うん、まあ残留決定ではないけど。だいぶでかいでしょ、まあ、シックスポイントだいぶでかい。だって群馬にも与えないわけだから。そうなんですよ。だ群馬もそれこそ勝てばもう、みたいなところまで来れるので。どうして、これで、これ一番でかいね。そうなのよね。大注目のここ。ね。そうなんですよ。ですわ。注目ですね。はははそして岩手は山口と戦い、琉球は横浜 FC 戦ですよと。ここでか。もうどっちもでもモチベーション高いですから、このゲームは。そうなんですよね。首位追撃の横浜。そう。ね。そう再開脱出したい。そうなんです。熱いですわ。どっちホームですか、これは。これど、これね、どっちだったかな、ごめんなさい、ごめんなさい。ね、コンセプトだったかな。そうですね、かなと思いますけど。はい。はい。となっております。いや、もうなんかちょっとドキドキしてきますよ。そうですね。そうですか。はい、ということでございました。だと。ありました。もう、ワールドカップどころじゃないよって方も多いでしょう、これは。ね、こっちも、っちも、ね、それも大変だから。アメリカだよ、エクアドルだよ、今、それどころじゃないよ、というね。多いんじゃないかと思いますけど、それもこれ楽しんでまいりましょう。はい。はい。あと、報告でね、ちょっと実は毎週月曜日にやっているミルアカのマンデーライブなんですけれども、はい、ちょっとね、都合による今週はちょっとお休みとさせていただきます。そうそうそうね、村上昌司単独ライブの方に行かなきゃいけないんですよ。ルミネーション吉本でね、行ってらっしゃいませ。ありがとうございます、ね。まあ、その代わりっていうのもあれですけど、火曜日にエクアドル戦のね、日本代表戦の同時試合ありますので、皆さんそちらにお越しいただければと思います。はい、お願いします。お願いします。今日の夜ね、ルミネでやってるんでよかったら来てくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでした。ありがとうございます。ということで、おさらいをしていただきました。ということで、ミルアカ、毎日やってます。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。お願いします。これの日程10月7日、トークライブやります。はい、ミッシーさんが来てくれます。サッカーキングから。お願いするよ。チケットは、お席もありますし、オンラインでも販売しております。はい、ぜひ、概要欄から買ってちょうだいな。お願いします。グッズショップもやってます。メンバーシップも盛り上げていこうということなんで、ぜひね、覗いてみてください。はい。井上までございました。どうも、ミルク佐藤でした。皆さんありがとうございました。それでは、どうも。全チーム頑張れ。頑張れ。